業安定所、泉大津公共職業、安定所愛林労働公共職業安定所日雇い、労働者専門のハローワーク、公共職業安定所とは、厚生労働省設置法、第23条に基づき設置される、国民に安定した雇用機会を確保することを目的として、国が設置する、行政機関。略称は、職案、愛称は、ハローワーク。 本項目では、法令に関連する部分以外では、ハローワークの名称を使用する。国際労働機関の1948年の職業安定組織条約に基づき、批准国に設置されることが要求される公的職業安定組織の位置づけであり、日本は本条約を1954年に批准した。求職者には、就職についての相談、指導、 適正や希望に合った職場への職業紹介事業、雇用保険の受給手続きを、雇用主には、雇用保険、雇用に関する、国の助成金、補助金の申請窓口業務や、求人の受理などのサービスを提供する。公共職業安定所は、取り締まり、規制は、業務としていない。ILO 条約及び、職業安定法により、民間、国を問わず、求職者から、 手数料、紹介料を徴収することは禁じられている。なお、民間有料職業紹介事業者は、求人者から、受付手数料と紹介料を徴収し、これを、主な収入源としている。なお、船員に関しては、船員職業安定法に基づき、国土交通省の地方運輸局が、公共職業安定所と同様の業務を行うことになっている。 厚生労働省設置法第23条第1項に都道府県労働局の所掌事務の一部を文章させるため所要の地に公共職業安定書を置く。同法第24条第1項に厚生労働大臣は公共職業安定書の所掌事務の全部または一部を文章させるため所要の地に公共職業安定書の出張書を置くことができる。 と規定されている。厚生労働省組織規則別表第5に公共職業安定所の名称を位置及び管轄区域並びに公共職業安定所の出張所の名称を呼び位置が示されている。雇用対策法第2条において職業紹介機関は公共職業安定所の規定により公共職業安定所の業務の一部を分担する。 学校の長を含む、と同法の規定により許可を受けて、または届出をして、職業紹介事業を行うものと、定義されている。職業安定法第一条において、同法の目的の一つが、公共に奉仕する、公共職業安定所その他の職業安定機関が、関係行政庁または、関係団体の協力を得て、職業紹介事業等を行うことであるとされ、 同法において、公共職業安定所の業務などが規定されている。独立行政法人高齢障害、求職者雇用支援機構法、第20条第1項において、機構は、その業務の運営については、都道府県労働局、公共職業安定所及び、地方公共団体と密接に連絡するものとする。第2項において、都道府県労働局、 公共職業安定所及び地方公共団体は、機構に対し、その業務の運営について協力するように努めるものと、する、と規定されている。従来は、職案あるいは、安定所という略称が広く使われていたが、1990年からは、一般公募で選定された、ハローワークという故障が主に用いられるようになっている。正式名、公共職業安定所は、 対外的には、ハローワークと表記されている。全室の厚生労働省設置法による本庁舎のほか、出先機関として、公共職業安定所、出張所、公共職業安定所庁舎並びに、ハローワークプラザ、パートバンク、職業相談室、仕事センター及び、ヤングハローワークなどの施設がある。なお、 施設により、行っているサービスが異なっている場合がある。その他、類似しており、関連もしている期間に、ヤングキャリアセンター及び、ジョブカフェなどがあるが、それは、経済産業省の出先機関である。ハローワークの会長時間は、原則8時30分から17時15分まで、土曜日、日曜日、祝日、年末年始は業務を行っていないが、原則として、 人口20万人以上の都市に立地するハローワークは平日8時30分から19時まで土曜日は10時から17時まで業務を行う日があるただし平日17時15分以降の時間帯や土曜日は職業紹介事務のみの取扱いであり雇用保険事務の取扱いは行っていないので注意を要する職業紹介相談業務については 求職者の住所を管轄する、ハローワークでなくとも利用することが可能である。ただし、雇用保険業務、求人申し込み、職業訓練の斡旋各種助成金については、求職者の住所、事業所の所在地を管轄する、ハローワークで申請する必要がある。なお、人事権が独立している現場の場合、求人の受理は、適用事業所所在地でなく、 現場管轄ハローワークでも可能な場合がある。年度末に契約が終了する、期間社員が多いため、4月は最も混む。月曜日が特に激しい。ハローワークでは、求人情報を紹介するだけでなく、求職者からの相談にも応じている。履歴書の書き方、面接の際の注意点などの基本的なことから、不採用。 離職の場合の身の振り方まで、職に関することであれば、何でも良い。ただし公共サービスという性格上、職員によって対応に差がある、労使問題が管轄外である点に留意する必要もある。ハローワークは、民営職業紹介事業所及び労働者、派遣事業の許可または認可及び管理、監督を行う官庁でもあったが、現在は、 各都道府県労働局に専門部門を配置し、その都道府県内の事業所等に関する事業について一括して取り扱うこととなっている。求人番号、ハローワークの扱う求人は、正社員求人、パート求人、臨時雇用求人まですべての雇用形態を網羅している。すべての求人に番号を下記のように設けている。最初の の5桁が求人を受理した安定書の投資番号であり、対以降のの番号が求人個別識別番号である。の番号の最後の下2桁は、下2桁目が西暦の下1桁、下1桁目が1であり、2010年の場合は01である。この求人番号により、大体の就業場所を推測できる。ただし例外として、その事業所の規模や、 本店所在地の事情で東北地方の安定所で受理した求人内容が中部地方での勤務を指定する場合もある。あるいは東京に本店のある大企業がその企業の大量の全国の求人を東京の本店所在地の所轄安定所といった日本を代表する大手企業を含む多数の企業の本社が集中する地域を管轄している。他には 新宿や池袋、品川あたりに一括提出することもある。求人票ハローワークの求人票には、様々な情報が集約されている。事業所所在地は、基本的に営業の中心となる場所が記載される。求人票中央上の欄は就業場所が記載される。仮に派遣労働者や受け負い労働者を募集する、求人の場合、事業所欄は、派遣元の企業と、 その所在地が記載され、就業場所に派遣先の事業所と所在地が記載される。以前は検索コーナーに職種や地域ごとに多数の求人データを束ねた分厚いバインダーがいくつも置かれ、この中から求人を探し出し、興味を持った求人情報については詳細を知るために求人表の印刷を依頼していた。 2004年度のハローワークのコンピュータシステムの一新により、分厚いバインダーに代わり、パソコンによるネットワーク端末画面で、職種や地域を設定して、検索、閲覧、必要に応じ印刷できるようになった。また、新システムにより求人票の情報も改善された。旧システムの求人票では、雇用形態の欄が、常用、パート、臨時の三種類しかなく、 常用と記載する求人であっても、正社員とは限らず、契約社員の場合も多々見受けられたため、多様化する雇用形態や、雇用情勢に十分に対応できなかった。総合的雇用情報システム総合的雇用情報システムは、日本全国どこのハローワークにおいても、オンラインで、他のハローワークで受理した求人、求職情報を閲覧することが可能なシステムである。 例えば、沖縄のハローワークで、東京や北海道のハローワークで受理した求人、求職情報をオンラインで検索、閲覧することも可能である。ハローワークが受理した求人情報のうち、求人事業所が公開を承諾したものについては、インターネットで求人情報を検索することも可能である。また、高等学校新卒者を対象とした、 求人情報についても全国ネットワークが組まれており日本全国の高校の進路指導部において日本全国の高校新卒者を対象とした求人情報を閲覧することが可能である紹介上原則としてハローワークの求人に応募するためにはハローワークの紹介状が必要となる事業主はハローワークから紹介された求職者を雇用すれば 国からの助成金、給付金を受けられるためである。求職者は応募する求人が決まれば、窓口職員に伝えて紹介状を発行してもらうことになる。紹介された求人で採用が決まった場合、求職者のデータは、個人情報保護のために、ハローワークから削除される。また、1年程度紹介状の発行を受けていないと、 求職者の登録自体が削除され、一から作り直すことになる。ハローワークでは、雇用保険事務を取り扱っている。雇用保険の受給を行うにあたっては、雇用保険法の規定により、ハローワークへの給職申し込みが義務付けられ、受給中の期間においては、ハローワークが行うところの職業指導を受けるものとされる。職業指導といっても、 特定の求人への応募を強制されたり、ハローワークが行う職業セミナーに出席することは義務ではないが、自己の希望する労働条件を申告することが求められ、職業相談を受けることを干渉されたり、職業セミナーの案内文書が郵送されることがある。雇用保険についても全国ネットワークが組まれており、日本全国どこのハローワークにおいても雇用保険加入記録、 受給記録をオンラインで参照することが可能である。戦術の総合的雇用情報システムと雇用保険トータルシステムはお互いに内部でリンクされており、職業紹介業務と雇用保険業務は一体のものとしての運用がなされている。ハローワークでは職業訓練の圧旋を行っている。ハローワークが専門学校、 都道府県立の職業能力開発校、障害者職業能力開発校などに、職業訓練の実施を委託し、戦術の訓練施設において、一定の職業能力を身につけてもらった上で、就職を促進しようとするものである。受講料は無料、ただし、教科書代などの実費は受講生が負担すべきものとされる。雇用保険受給中の者が、ハローワークの受講指示を受けて、 職業訓練を受講する場合、受給日数の延長や交通費、日当の支給がなされる。職業訓練の期間は、職種などによって異なるが、数日から最高2年である。職業訓練は、あくまで職業に就くための訓練であるがゆえ、重度の障害などの理由により、おおよそいかなる職業にも就けない者に対しては、職業訓練の受講圧戦はなされない。 したがって、職業訓練を受けるための要件として、介助者の手を借りることなく身の回りのことを行うことができ、かつ自力通学が可能なもの、という要件をクリアしていることが必要である。ハローワークでは、いわゆる就職困難者等を雇用した事業主など、 国の雇用対策上必要とする施策を推進するため、雇い入れ企業に対して助成金の支給を行っている。また、対象が必ずしも社会的弱者とは言えないが、近年では社会的経験に乏しい若者などを正社員化を前提に試験的に雇用した企業に支払われるトライアル雇用助成金。 母子家庭の母、一定した住居を持たない求職者などの特定の要件に該当するものを一定期間以上雇用した企業に支払われる特定求職者雇用開発助成金などを設け利用拡大に力を入れている。また、経済状態が不安定であることから中小企業緊急雇用安定助成金、実習型雇用支援助成金などが創設されるなど雇用の維持、 拡大に努める事業主に対する各種助成金の種類は豊富になった。なお、これら各販の措置は毎年のように制度の見直しに伴う変更が行われており、場合によっては年度途中で突然変更されることすらある。これらの助成金の利用にあたっての手続きは多くの一般事業主にとっては煩雑である。その上、各助成金ごとに 準備しなければならない書式、添付資料が異なってくる。それゆえ事前に所轄ハローワークの相談窓口に来所し、一連の手続きの流れについてアドバイスを受ける、中小事業種も多く、曜日、時間帯によっては、窓口が混雑する状況となっている。そこで各種手続きの時間的ロスを緩和にし、社会保険労務士に依頼を行うケースも多い。 しかしながら、顧問料、成功報酬といったマージンが発生してくることは、言うまでもない。結局のところ、自力で申請を行うか、社会保険労務士に任せるかは、費用対効果によってまちまちである。障害者雇用促進法に基づき、日本国政府、地方公共団体、民間企業は、それぞれが定められた割合、法定雇用率で障害者手帳を持つ障害者を、 雇用しなければならない。内部障害の免疫機能障害として身体障害者手帳を取得することで障害者枠での就労が可能となり専門家に就職にまつわる適切なアドバイスを受けられる。また、ハローワークと連携している身体障害者職業センターにおいて職能評価やジョブトレーニングを受けることができる。利用者自身で印刷する求人票には 会社の連絡先が記載されているが、利用者が会社に直接電話しても、ハローワークを通してほしいと、面接を断られる場合がある。その理由は、ハローワークは会社に求職者を紹介するからである。したがって、面接を希望する場合は次の手順を踏む必要がある。初めて来所した場合、求職申込書に必要事項を記入して、窓口に提出する。 これが済むと、ハローワーク受付票が発行される。求人検索用のパソコンで求人を検索し、気に入った求人があれば、求人票を印刷する。その求人票と、ハローワーク受付票を窓口に提出する。職員が会社に電話をし、面接の予約をする。ハローワーク受付票と求人票が返却され、紹介状が発行される。履歴書、職務経歴書。 顔写真などの応募書類に紹介状を添えて、面接先が指定する住所に送付するか、面接先に持参する。選考結果は応募者だけでなく、ハローワークにも連絡することになっている。採用の場合は決められた日から出勤し、あいにく不採用の場合は採用されるまで3から7を繰り返す。近年は、大半の企業で、採用予定人数に対する求人応募数が、 殺到するため、履歴書、職務経歴書、そして紹介状を、送付という、これまでは、初回面接時、持参の書類式を、事前に郵送する、いわゆる、書類選考が行われている。多数の応募者の中から、実際に面接を行うべき人材を、企業側でふるいにかけ、面接する応募者を絞り込む。ちなみに、不採用者への伝達方法と書類の、 取扱いは企業側でまちまちであるが、求人票に応募書類の取扱いの説明があることが多い。一般に、不採用者には、応募書類に不採用の旨の文書を添えて、返却送付される場合が大半である。他方、応募書類返却を割愛する場合、求人票には、応募書類当社側責任廃棄と記入され、結果は、 不採用の旨を電話で伝えるか、応募書類返却に代わる、不採用の旨の文章のみ郵送される。ハローワークは、厚生労働省の各都道府県労働局の管内に複数設置される出先機関である。職員は、国家公務員であり、官職としては、厚生労働事務官である。職員は、国家公務員通詞、スリー種試験合格者の中から採用される。 近年の職業相談窓口では、利転職の困難さなどにより、精神的なストレスを多く抱えた求職者も多くなり、中核的ハローワークには、臨床心理士を非常勤で配置することや、戦術の常勤職員に加えて、現に企業などで、人事、労務経験のある定年等退職者などを非常勤職員として採用し、 職業相談人として配置して、企業側が考える点について指導するなど、雇用のミスマッチが少しでも緩和されるよう配慮されている。職業安定所職員、ハローワークにおいて、雇用保険の適用、給付、職業紹介、求人開拓、求人受理、職業訓練に関する相談、事業所への雇用関係の指導等を行う。職員の正式名称は、 所長、次長、課長、統括職業指導官、就職促進指導官、外国人労働者専門官、雇用指導官、雇用保険給付調査官、上席職業指導官、職業指導官、雇用保険給付係長、雇用保険適用係長などであり、ハローワークの規模、職員数によって異なる。東京都内など、規模の大きなハローワークでは、部勢をとっているところもある。 雇用保険調査員職業安定所などにおいて、雇用保険における失業給付の不正受給の告発、実態調査などの業務を担当している。労働基準監督官労働局で、ハローワークインと労働基準監督官は、一体となっている。労働基準法や、労働安全衛生法などの法律に基づいて、事業所や、工場などに立ち入り検査を行い、違反や、 死亡事故、労働災害があった場合は特別司法警察員として捜査を行い、送検する。また危険性の高い機械、設備などについてはその場で使用停止を命ずる行政処分を執行する。労働に関する相談や労働災害の調査や再発防止の指導などもする。ハローワークは国の機関であるため査定官庁である総務省により 定員が管理されている。定員削減方針による課題今まで5年間で5%以上の順減方針によりハローワークに対し大幅なマイナス査定を行うことにより定員削減、低賃金で雇用期間に定めのある臨時職員の採用が行われてきたが2008年10月から12月の GDP の比率がマイナス12.7%になるなど 未曾有の経済危機により、企業の受注の減少、解雇、雇い止めなどの離職が発生し、大量の求職者が押しかけている。また、政府のやつぎ早の緊急雇用対策により、各種企業向けの助成措置が急遽、図られたため、製造業を中心とした企業等による雇用調整助成金などの助成金の相談が、ハローワークに殺到、求職者、 企業ともに待ち時間が激増している。その中で2009年度の定員査定は、内閣府、総務省、外務省、財務省など増員を享受する省庁がある一方、ハローワーク等の地方労働行政職員の定員は、前年度比マイナス306人と、2007年度、2008年度に、引き続き大量の削減がなされた。緊急雇用対策が、 相次いで政府から表明され実行されているが、総務省の査定において、プラス査定になっていない。2009年4月6日、毎日新聞入館では、ハローワークなぜ今職員削減年度末に大量解雇なのにと題し、300人の定員削減を何を考えているのかと利用者などから批判の声が上がっていると報道された。麻生太郎内閣総理大臣は、 派遣切り相談で、ハローワークの相談窓口に臨んで、雇用政策を重点化を表明しているが、その一方で、地方で先期間は地方に異常して定員を減らすと、地方以上で縮小する方向と、国会答弁をしている。現状では、雇用情勢の悪化が進み、業務や利用者や待ち時間は激増しているが、ハローワーク定員は、小さな政府、 地方以上などを理由にマイナス査定の連続となっている。2010年度のハローワーク等の地方労働行政職員の定員は前年度比マイナス226人、ハローワークでは186人の定数が大幅に削減されることが予定されている。第45回衆議院議員総選挙による民社国連立政権発足に伴うものについては、 工術関連する政策を参照。縮小する雇用政策前行の記述でも触れたが、ハローワークは定員が削減されており年々縮小傾向である。査定官庁の理解が得られず定員が確保できないため、統合、閉鎖、あるいは出張所へ格下げされる、ハローワークも現に存在する。また、鳥取県では統合、閉鎖された、ハローワークの代替として県が、 運営主体となる地域職業相談室を設置し、国及び地元自治体も運営に協力を行っている。一方、規制緩和による派遣会社の事実上の優遇政策等により民間の規模が拡大したが、昨今の派遣切りなどの事態は結局ハローワークや自治体での雇用対策が迫られる結果となり、現にハローワークでは 貸付制度などが緊急に実施されている。昨今のワーキング部は、ネットカフェ難民の問題、今の派遣切りやい止め、さらにそれにより労働者が宿舎を追い出され住む家がないという事態は、派遣会社、民間紹介会社などの人材関連業種の勢力拡大によって発生したものである。 欧米のハローワークと同様の期間における職員1人あたりの労働力人口は日本が職員1人あたり5,500人程度であるのに対しアメリカ合衆国が2,000人程度ドイツが600人程度であり日本の職員数は欧米の半分から9分の1程度であるまた期間1カ所あたりの労働力人口はイギリスが2万人程度ドイツが4万8,000人程度 フランスが3万6千人程度に対し日本は11万3千人程度であり、期間数は欧米の半分以下の水準に止まっている。過去の民営化議論2006年、ハローワーク関連分野では、社会保険庁関連業務などと並び、市場化テストが行われた。2007年11月に2006年、市場化テスト評価委員会から公式な結論が出され、官民対決は、 国の連戦連勝で最終決着した。当時、行政改革、民間解放推進会議では、八代直弘民間議員などを中心に議論開始。ハローワークの株式会社化独立行政法人化公設民営化ハローワーク職員が公務員である必要があるのかなど、経済財政諮問会議等で議論され、最終的には、指摘諮問機関で、 厚生労働省と外務省を蚊帳の外にし、議論を行ったが、議論の内容は、棚上げになりお蔵らいにしみ公表となった。その理由は、マスコミ公表されていない。2007年7月24日、柳沢白雄厚生労働大臣は、閣議後の記者会見で、関連法の成立後、まず、東京都内の渋谷区、墨田区内のハローワークで、試験的に、 民間職業紹介会社の窓口を設置し、官による窓口と併置することを計画、2008年からの開始を目指し、結果次第ではさらに対象となる、ハローワークを拡大するとしていた。ハローワーク本体の市場化テストは、八代直弘教授など政府に近い学者が、当時の政府の各種委員会で強行に主張していた、ことであるが、しかしながら、この実施形態は、 当初彼らが想定してきたモデルとは、だいぶ異なるものであった。先に、他のハローワークで実施された、民間企業を含めたテストでは、質、コストの面で、ハローワークが優位に立ったというデータが出ている。また以前、足立区で行われたリクルートとハローワークの、官民共同窓口試行事業においても、リクルートが、意図的に就職困難者を、 ハローワークに誘導するといったアンフェアな手法を用いていたにもかかわらず、缶の方が就職率が大幅に上であったという結果が出ている。その中で2006年市場化テスト評価委員会は2007年11月26日2006年度に市場化テストモデル事業として実施した求人開拓事業の実績評価を行い民間実施地域では 開拓求人件数、開拓求人数、充足数のすべてにおいて、国の比較対象地域の結果を大きく下回った。民間実施地域では、それぞれ同地域における平成17年度の国実施時の実績を下回り、開拓求人数1人当たり、充足数1人当たりのコストは、国の比較対象地域よりも、はるかに高くなっている、と結論づけている。 週刊東洋経済7年7月14日号によれば、先に行われた、ハローワーク関連事業でのテストや、大手民間企業とハローワークの、官民共同窓口によるテストでは、コストなどの質、両ともに刊が上回ったとの結果が出ており、刊の連戦連勝である。にもかかわらず当時さらなるテストを行おうとしていた、ことについて、かえってテスト自体が非効率なのではないか。 税金の無駄であるといった評価がされている。また、肝心の民間事業者の関心は薄く、ハローワークが行うセーフティーネットは国として保障すべきで、勘以外ありえない。民間職業紹介事業のビジネスモデルの理解が足らないのでは、落札価格の叩き合いになるようなスキームは、本末転倒などの冷めた意見が主流であるとの指摘がある。 ちなみに2004年時の三和総合研究所の推計によれば職案におけるコストは就職1件あたり約6万円都市部は約7から11万円でありこの時期実施された長期失業者就職支援の一部民間委託による成功報酬は60万円だった近年の高失業率の状況においてハローワークの窓口を担当している職員に加えて 補助的業務を中心に従前から配置されていた非常勤職員たる職業相談員を緊急避難的に増員したことについて実質的には上述の公設民営化されているに近い状況ではないかと首相の諮問機関である規制改革民間解放推進会議等は主張しているがこの点について財政当局等は失業率低下に伴い その削減を実施している。地方以上に関する議論2008年頃より、ハローワークの地方自治体への異常に関する議論が、地方文献改革推進委員会や、全国知事会などで盛んに行われており、現在でも続いている。2008年12月8日の地方文献改革推進委員会による第二次勧告が出され、その中で、ハローワークについては、 当面労働局の株機関として存在しつつも、無料職業紹介事業の地方移上を図り、将来的には人員、組織を削減し地方に移譲することが勧告されているが、雇用保険制度との不可分性を認め国による職業安定機関の運営を認めつつも、組織の大幅な縮小を求める記述がある。昨今のハローワーク定員削減に影響を与えており、 待ち時間が急増する原因の一つになった。地方文献改革推進委員会による第二次勧告に対し自由民主党の雇用、生活調査会は2008年12月12日に行われた会合で第二次勧告は雇用問題に関する国の責任放棄であり ILO 条約にも明白に違反するとし、組織、人員の拡充など、 体制の抜本的に強化すべきだとの意見でまとまり、第二次勧告への反対を決議するなど、地方文献改革を推進する、立場の政府与党内からも批判が紛失している。全国知事会のプロジェクトチームは2009年11月19日、ハローワークを含む国の出先機関8府省17機関を、独自の事業仕分けを実施することを決めた。広域性や、 専門性は国が事務を行う理由とせず出先機関の職員を円滑に自治体へ移す場合の円滑化策を検討するとした。ただ、司法移管の際の事業受け入れ主体を決めるのが難しいという意見も出た。結果は2010年3月にまとめる改革提言に盛り込む予定である。2009年末に行われた職業訓練と生活支援の相談を受ける ワンストップサービスについて内閣不参与のユア様ことはワンストップサービスについて否定的な地方自治体が多くワンストップサービスをハローワークで実施できたのは全国にあるハローワークが国の行政サービスだったからとじ体験をもとに述べている2010年7月15日和歌山市内で開催された全国知事会で 国の出先機関改革に関してはまず、ハローワークの地方移管を要請していくことで一致した。地方移動推進派は主に、ハローワーク業務移上に伴う、財源移上を期待する、県知事や、同州制を推進する学者、経済団体をはじめとした財界、もともと、ハローワークの民営化を主張していた、日本経済新聞を筆頭とする、 地方文献という改革イメージを好むマスコミが存在し、いわゆる新自由主義を主張する勢力が多い。地方異常反対派は、連合をはじめとする労働組合や、ハローワークを所管している、厚生労働省が該当する。また、本来、地方文献改革推進の立場をとっている、自由民主党の一部議員や、経済団体の役員、 学者などの中にもハローワークの地方以上に関しては反対の立場に立つ者も多くいる。雇用機会均等関連法規とハローワーク1999年に男女雇用機会均等法が完全に施行された時から新たな問題も浮上してきた。不況のため何か仕事をしなければと男性向きの求人に女性が応募することや 女性向きの求人に男性が応募することも珍しくなくなったが2007年現在まだあまり企業人事担当者には受け入れられていない。なお、神社の巫女の求人や女性刑務官の求人など修士などの伝統的要請や性に関わる社会通念上の要請から特別な場合において求人を申し込んだ安定書の承認付きで 男女雇用機会均等法適用除外求人という、片方の性だけ募集できる求人もある。2004年には高年齢者、雇用安定法施行されているが、やはりコンタクトが取れた時点で断るケースが目立つ。年齢については、2007年10月より、改正雇用対策法が施行され、特定の理由を除き労働者の募集。 採用時に年齢制限を設けることができなくなった。しかし、コンタクトが取れた時点で断るケースもあり、また、例えば、年齢不問、連絡不要、事前郵送で、紹介状と履歴書を郵送したものの、性別や年齢が対象外だったことを理由に、不採用にして、改めて新聞広告で事実上応募者を制限した、求人を掲載するケースも増えているなど、 一部を除き、民間では、法律が理解されていない場合が多いが、現在は違反した場合の罰則が設けられていない。そのため、この年齢不問の法律理解を進めるための説明も、ハローワークの役目である。法律上の矛盾と最近の、法的対応ハローワークの存在意義は、日本国憲法に定める、勤労の義務や、権利の平等という要請を具体化したものである。 そのため、ハローワークは、法人や個人事業主などから求人を申し込まれ、提出を受けると、その仕事が、法律に違反する内容や、ハローワークの求人票の書式に沿っていないという、特別な事情がない限り、受理しなければならないのである。しかし、法人事業所などの社会保険強制適用事業所が、健康保険や厚生年金保険に加入していないという、 法律に違反している事業所であり、その求人の条件が社会保険に加入することが求められているのに、加入していない場合などでも、受理をして、求人票差中央の加入保険の欄の、健康、公正の文字を二重線抹消して公開しているという、矛盾も抱えている。平成十七年度より、同じ厚生労働省所管の社会保険事務所への通告制度が始まり、 加入が義務付けられている事業所が厚生年金保険への加入指導に従わない場合には社会保険事務所と相談中などの記載とともに公開している。補足として雇用保険はハローワークの管轄であるため雇用保険未加入の事業所が求人をハローワークで出す場合一つの求人につき1回目は受理はするが2、3ヶ月後の求人の更新は 雇用保険未加入の場合、更新できない。掲載している、求人情報には、しばし固定残業制を悪用した、老基法違反の内容が見られるが、ハローワークは、時間がないためこれを見抜けない。京都府内の求人情報を対象とした調査では、固定残業制を標榜した、求人のうち77、77%もの求人に、違法の疑いが、 ブラック企業対策団体により指摘された。業務目的での利用が禁止されているアマチュア無線を必要な資格、免許とした求人が掲載されていることが確認されている。2013年12月31日付の毎日、新聞によると嘘をついて健康食品を販売したなどとして元社員4人が特定商取引法違反罪で有罪判決を受けた。 東京都中野区に、かつて存在した健康食品販売会社の求人を、ハローワークが受理していた。東京労働局によれば、この会社の求人票は2012年3月から6月にかけて、計4回出されていたという。ハローワーク飯田橋でこの会社の求人の紹介を、受けた女性が、入社後に電話管理員たちにマニュアルを渡され、勧誘の際、 本来存在していない売買契約が成立しているように嘘をつくことを強要された結果、起訴され、懲役1年2月、執行猶予3年の有罪判決が確定している。この件に関して、ハローワーク飯田橋は法令に基づいて適切に対応した。求人を紹介した時点では、問題はなかったと思っているとコメントしている。国民生活センターによると、 女性がこの求人を見つけた2012年3月の時点では注文していない商品が送りつけられたといった苦情が各地の消費生活センターに寄せられており2013年6月までに196件に達していたものの消費者庁と厚生労働省の情報の共有がなされずハローワークにこうした情報が伝達されていなかったなお女性の他にも10人ほどが ハローワークの求人を見てこの会社に入社していたという。2005年3月28日付の日本共産党の機関紙、新聞赤旗によると、建設関連業者を対象に、長崎市内の会社が戦地イラクで働く、日本人を高級で募集する求人票が、ハローワーク長崎で公開されていた。求人票の表記によると、 直接雇用ではなくいわゆる、受け負い業務であり、元受け業者の名前は隠されていた。ハローワーク長崎によれば、二人を紹介したものの、同社の申し入れで、同年3月10日頃求人が取り下げられたという。当時、外務省はイラクについて、退避勧告を出していた。暴力団関連企業など暴力団の資金払となっている危うい企業が多く見られるが、ハローワークは、 これを見抜けないし拒否できない。組、会、一家、連合、連合会、工業、交産創業、企画、商事、個人名、医療福祉 NPO 法人などを名乗ることが多い。企業者邸と呼ばれ暴力団の構成員ではない、一般の応募者を従業員として採用したりして、全くわからないので注意が必要である。また、同じく見抜けなく、 拒否できなかった場合逆に一般企業に暴力団の構成員や暴力団巡行成員を紹介してしまうケースもある。ハローワーク職員に地元企業を回らせて求人する気もない企業に半ば強引に無料だからといって求人を進める空求人と呼ばれる実態が存在する。その結果有効求人倍率の数字が表向き上昇する形になるため、 数字だけ見たものからすれば、仕事を選ばなければ、最終職口はいくらでもあると失業者の努力不足に問題を還元する風潮がある一方で、実態は企業側に採用する気がないために、数字上の求人倍率と実態との間に乖離があると指摘されている。2009年の第45回衆議院議員総選挙の結果を受けた民主党、社民党、 国民新党の連立政権が発足し、内閣総理大臣となった、鳩山幸紀夫本部長とする緊急雇用対策本部にて、緊急雇用対策が打ち出された。その原案中には、2009年11月から一部、ハローワークで、生活保護や、生活資金、住宅資金の融資などの申請までできるようにする。 仕事納め後の12月29.30日の会長などの内容がある。2009年11月30日には、全国77カ所のハローワークで、生活保護や、生活資金、住宅資金の融資などの申請についての相談、多重債務や、メンタルヘルスの相談などを行うワンストップサービスが1日限定で、施行された。 施行の結果により、年末年始の実施や定例化が検討されるという。職業安定所ができた当時は、仕事に敗れた労働者により、騒乱状態になることも珍しくなかった。1950年9月5日には、東京都の渋谷職業安定所の前で、約200人が規制を上げたことから警視庁予備隊が出動したほか、新宿職業安定所では、 約800人が騒ぎ、一部は出動した、淀橋警察署署員と乱闘状態となった。労働者側が5人、警察官5人が負傷。8人を逮捕した。また、同年12月11日には、新宿職業安定所に労働者ら2600名が、押しかけて、紹介開始時間の繰り上げを要求。200人が、敷地内に乱入して、 窓ガラスを割れるなどの破壊行為を行った。ハローワークの雇用保険相談員による職歴情報漏洩事件で国家公務員法違反の疑いで逮捕された。警察は雇用保険相談員が雇用保険から職歴情報を漏らす見返りに調査会社側から現金を受け取っていた受託収賄罪の容疑でも逮捕された。 雇用保険の端末から男女3人の職歴情報を引き出し漏洩した疑いで依頼した側も逮捕された。職歴情報を扱うビジネスをはじめ、職歴情報を専門に扱う会社を設立していた。国家公務員法により懲戒免職になる。東京都小笠原村では、国土交通省の特別の機関である、小笠原総合事務所が、 公共職業安定所の業務を行っている。ありがとうございます。